寺田さん初めて会うやんな、このおっちゃん。おっちゃん。そうかもしれません。自己紹介してもらわんとな、分かれへんな。こちらは寺田さんです。あ、何も見えない。いや。あまりね、お店でやって緊張してないですけど、ここだけごつ緊張するんで、なんか嫌やな。悪口言えへんで、私は。え、悪口言えへんで。な、分かるやろ、見てて全然言うてへんやろ、行こう。こんにちは。去年、P45 さんで、グッディーズでお邪魔しました。ピアノ、ボーカルの、とギターのユニットでグッディーズで月大体4回か5回ぐらいライブやってまして、でそれと別に前ここにお邪魔してました会社の共同経営者の篠原と箱瀬子というユニットで、これも月平日なんですけど月大体1回か2回ぐらいのペースでやってまして、でそれと別に同じ仕事の業界の男だけのロックバンドをもう20年ぐらいやってるんですけど、もう一人のギターボーカルの人が何年か前に東京勤務にシフトしちゃって、今ちょっと開店休業状態なんですね。で実はそれが一番メインの活動やったんですけど、今ちょっとそれができなくて、でちょっと今年ぐらいからちょっと自分でもそこからこぼれ落ちる部分があって、ちょっと一人でやりたい曲もあるんで、まあ、不正規ですけどちょっと何回かライブしたいなと、ちょっと今日はそれの一発目でちょっと練習も来ました。よろしくお願いします。知らないな。で、1曲目オリジナルで、これ、先々週作り立ての曲なんですけど、これグッディーズのグッディーズ美和子用に作った曲で、C がね、あまあまで、おっさんが歌うの恥ずかしいんですけど、曲は結構気に入ってるんで、ちょっと自分でも歌いたいなと思って、ミルク色の街を的に。他赤いです。恥ずかしい。やります。霜を踏み鳴らし白い息を吐き、一つ駅を飛ばし隣町に向かう。少し小走りで通りを抜けて、何年かに一度の白い景色眺めて歩いて行こう、歩いて行こう、ミルク色の街を、お気に入りのレコードショップ、ドーナツショップ並んでる。あなたの住む街で車も子たちも白い服を着て、普段着の街をおしゃれに変える。角を曲がればあなたの待つ店、静かな微笑み間近で眺めて、いつもの街に戻
過ごしたい。ちょうど良かったね。同じ時期にもう一曲自分用に書いたんですけど、ね、それはグッティーズ美和子に呪いのような曲やって言われて却下されたどんな曲聞きたいなちょっとやめときますじゃあ次のオリジナルで、これはグッティーズでやってるんですけど、ちょっとソロでもやろうと思いました。ビターストラッツ。家路たどるいくつもの疲れた靴をどのリズム、それぞれの思い方を撫でるようにオレンジの街灯が照らす、通り過ぎる車からの素敵な夜のメロディ、僕は一人耳を澄まして笑顔になろうとしてる、願い通りの生き方もわからない、手に入れられない、抜けたままのピース、人生はビタースイート、繰り返し優しくなるのも悪くない、家の扉を開く前に君が好きな僕になろう。影響を受けたんかな。あ、そうそうそう。動画見させてもらって。
せやろな、なんとなくこう、私勉強させてもらいました。ありがとう。